トリンコマリー海軍会事史博物館は、スリランカ東部州の州都トリンコマリーにある博物館。16世紀に、オランダが、セイロン島初上陸を果たした、フレデリック要塞の近くにある2013年2月3日、大統領、マヒンダラ・アージャパクサ同席の下で、開館式が実施された。館内には、スリランカの海洋史や、海軍の歴史に関する資料、 水中生物の様子などが展示されている。博物館の建物は17世紀のオランダ統治時代に建てられた海軍コミッショナーの邸宅を再利用したものである。2007年から2008年にかけて当時廃墟と化していたこの建物を修復する計画が立案された。オランダ政府から7500万スリランカルピーの支援を受けた広告局は2009年から修復を始め、 2014年2月には博物館として再建された。建設のコンセプト作りや資材の提供、管理は広告局が行い、実際の修復工事は海軍によって行われた。展示室は広告局が担当した人文科学系の1階と博物館局が担当した自然科学系の2階に分かれている。また、建物の修復過程の写真パネルや100名程度を 収容できる行動も備えている。ありがとうございます。